どうもー、元気よく始まりました。キャラクレー生放送公開収録でよろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、いいことじゃないですか。いつも寂しげにね、ほぼ僕一人でやってるような環境に比べれば全然僕はもう嬉しい限りですよ、本当に、はい、ということでね、今日は、お客様を、観覧するお客様を迎えまして今日はお送りしていこうかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、現状は、普通に視聴者の方も覗いてるところですし、観覧のお客さんも覗いてる状況になってるってことですよね。今、ガーミンさんが立ってるところが、はい、今年からオープンした海のステージでございます、はい、あ、今年からなんだ。今年、去年までなかったんですよ。あ、そうね、そういえば、はい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 、今年から出てきましたステージに、ガーミンが今立っているという状況です。なるほど、コメントがいっぱい来てます。やっと見えた、イエーイってね、いろいろ来てますよ。現地盛り上がってんねって、現地盛り上がってますよ、イエーイ。ということでね、こんな感じでね、やっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。イエーイとか言いながら、イエーイというのがずっと下向いてイエーイって言ってきてますけどね。こんな感じでやっていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。さあさあさあ、さあどうしましょうか。今日何するんですか。何するんですか。何するんですか。いや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 、僕はもう自己紹介とかじゃないですか。なんでいつもなんか疑問系なんですか、本当に。まあまあ、じゃあちょっと改めて、紹介しましょう。今日ねお送りします天津飯のヤミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、はい、昭和医学院卒業しました OG の辻倉弥生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして観客席の皆さんです。皆さんで番組作っていこうと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、もう何をやるもさ、弥生さん、とりあえずほら、あれですよ、僕お買い物してきたんですよ。お買い物、ありがとうございます。そう、大人の対応やめてもらっていいですか。大人の対応、一番ちょっと俺やり方難しいんです、この辺の。いや、とりあえずだって、ほら前回、なんだっけ、ビットキャッシュ、キャッシュ、キャッシュがビットキャッシュ、ビットキャッシュ、ビットキャッシュをなんかほら紹介してもらって、せっかくだからちょっとなんかやってみたいなと思って。あ、今あれですよ、うん、ウミウシがもらえる。え、ウミウシ、ウミウシがもらえるの。あ、私の一押しのウミウシが、もう、ちょっと待って、買った時点でもウミウシもらえてるの。うん、違うと思う。なんか買って、うん、チャージとかして、チャージ。あのね、多分全然見てる人たち何もピンときてないんで、多分そこからですね。とりあえずだって僕もだってピンときてないですもん。とりあえずだってとりあえず、とりあえずね、買うだけ買ってきて。何を？あ、ビットケース買ったの。いや、買ったよ。それをチャージするとアイテムにウミウシが入る。なるほど、さすが、もう観覧客の方が詳しいね。とりあえず個人情報保護法もあるので、ちょっとね、ここまで大丈夫。バナナ見た方が早いかも。バナナ。じゃあちょっとバナナ、なんとかする間にちょっとなんか見せといて。じゃあこんな感じ、見えるかな。バナナね。見えてる？これ全然。こっちか。こっちじゃない。ああ、どっちか。ちょっと待って、あれ見えない？右下くらい。ない。あれ見えない？見えてる。そう、今こんな感じの、ね、ものになってるんで、よかったら映ってる、ごめんなさい。いや、本当にこのね、ウミウシちゃんが、まあ、見てる方は俺の指を見て燃えってやるな。どうしてもね、ウミウシが欲しい。こんな感じのもので、一応3000円分ですよ。ありがとうございます。僕芸人ですよ。知ってる。お金ないんですよ。芸人お金持ち。お金持ちじゃないよ、もう大枚はたきましたよ。ありがとうございます。さあ、で、これで何ができるかちょっと教えてくださいよ。いい人だね。いや、いいからもすごいね、本当に。本当にいいから。とりあえずね、買ったら買ったでいいんですけど、使い方がようわからんから、とりあえずだってね、昔のチャージするって言ってたよ、なんかチャージする、ここの人が。なんかさ、昔のね、ゲームのパスワードみたいなのが出てくるの、ひらがなの。本当だ。本当に復活の呪文みたいなね。本当だ。謎の間違って使われない。自分が間違っています。そう、復活的に絶望
するんですよね。そこはいいかなと思うんで。さあ、でこれでどうするの？これだからチャージするんだけど、はいはい、だって言うんだけどね、はい、よくわかんないの、私も、うんうん、わかんないおいでよくわかんない、俺お金払ったよ。だから違うの、聞いて聞いて、よくわからない、聞いて、はい聞いて、何ですか、呼んだ、わかる人呼んだっていうこと、あのね、もうね、文章にね、足らない言葉が多すぎてわかんないぞ。何を呼んだの？召喚しといた。召喚しといた、余計わかんねえよ。スタンド何が、まあ、ぐちゃぐちゃだよ。スタンドは召喚しないんだよ。備わってるもんなんだよ。なんとかボールで、なんとかボール今からいやめてよ、もう本当に。はい、ですね、怒られるよ、いろんな人から。この ビットキャッシュ株式会社のキャラフレを担当している方を呼んじゃいました。会社の人呼んだ？会社の人呼んじゃった。マジ？休日なのに呼んじゃった。いや本当にね、お忙しいってか、めっちゃ休日過ごしてるんでしょ、本当にすいませんね、本当お休みのところなのにね。しかもノーギャラで。ノーギャラほんますいません、本当にありがとうございます、はい、本当に、ね、というわけでご紹介をさせて、はいはい、キャラフレはですね、はい、ローコストでお送りしております、よろしくお願いします、はい。さあ、はいはい、みんなステージ出なくていいの？いやいやだからみんな出るのを伺ってるんだよ。あ、そう、出る前の時空いてるんでよかったら前行ってください。全然前大丈夫ですよ。どうぞ、うん、全然お座りください、座ってください、お座りください、うん、はい、いや本当にじゃあ出ようか。みんな逆に出たくてしょうがなかったですよ。あと出たがりの人出ていいですか？いやいや言い方言い方、あ、来た、ゆうさきさん、ゆうさきさんですね、来ましたね。ジュネさん、ジュネさん、あれ、で、あれ、あ、出た、はい、ドーンって、はい、ドーン、ごめんね、ごめんね、はい、うん、はい、そんな出たがりの皆さんがそのステージに出ている間にですね、なるほど、なるほど、これは、あの、会話が客席とステージはこう分かれてるんですけど、これ一緒にはできないのかな、まあ、なんつうか、タグが分かれてる、一緒になったらステージの意味がない、そうそうそう、あー、なるほどね。というわけでですね、ビットキャッシュ株式会社の、はあ、ちょっと待って、あの、リュウガさん、リュウガさん出番を待ってるんで、違うね、違うのよ、なんかね、もういろんな情報が多すぎるのに急にね、あの、リュウガさんが現れてるからね、あっと思って、何、リュウガさんがいるの、リュウガさん、あ、ここにいるネタバレ早すぎ、もう全然いいんですけど、このとこにリュウガちゃんがいる、下手か、いいよ、だから、あの、なんほら、もう、ほら、スタッフみんな口開けてるよ、もうビットキャッシュ株式会社のキャラプレイを担当してくださっている新畑さんにお越しいただきましたですので、はい、どうぞ、新畑さんに拍手ということで、はい、どうぞ、お先になってください。大丈夫なんですか、ちょいちょい顔映っちゃう、もう映っちゃいましたけど、大丈夫ですか、カメラ映る、大丈夫です、あ、大丈夫ですか、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、ちょっとだけ待ってくださいね、はい、あの、なんでも野放し状態になってるんですか休憩できると思ったら大間違いですから、あなたこっち側ですよ、どうぞマイク持ってくださいよ、マイク、まあ、マイクはまだ使えるのありますよね、あれ壊れてるって、いや、もう、あのね、いや、今、あなたね、休憩はさせませんよ今、あの、新畑さんを今、窮地に追い込もうとしてましたからね、はい、これ使ってください、はい、ということで、改めまして、新畑さん、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、んで、この、使い方を教えてくださるんですよね、はい、はい、あ、まず、あの、ビットキャッシュ、はい、とは何かっていう、まずそこから、そうですね、お願いします、あの、ビットキャッシュ、はい、ひらがな ID で決済ができる電子マネーです、はいはいはい、このひらがなの声ですね、はい、はい、復活の呪文で、そうです、復活の呪文で、そういう感じの、そういう感じのやばい、同じ、弥生さんと同じ匂いがしてきましたよ、大丈夫ですね、わかりました、はい、そういう感じで、はい、あの、簡単に今回のキャンペーンのどういうもんかっていうものを、あ、なるほどなるほど、今キャンペーンを今やっているので、そのキャンペーンあれですよね、ここのそのビットキャッシュさんとキャラフレでのなんかコラボ的なことですよね、はい、そういうのを弥生さん言ってくださいよ、本当にそういうのをね、あ、コラボレーション遅いわ遅いわ、もう本当に、はい、すいません、すいません、はい、
それで、はい、今、キャンペーンまさに開催中でして、はい、7月18日から7月31日まで、4月18日から31日まで、はい、2、3週間ぐらいですかね、はい、はい、やっております、はい、キャンペーンで、はい、チャンスが3つございます。チャンスが3つ、得点が3つあると、はい、なるほど、得点が3つあります、はい、3つです、3つ、はいはい、まず1つ目1つ目、はい、ビットキャッシュ、はい、またはマイビットキャッシュで、はい、1回で3000円以上決済された方に、はい、取れなく、アイテムの頭のせい、ウミウシを、プレゼント。あ、なるほど、もう、購入した時点でウミウシがついてくると。はい、なるほどなるほど、ちょっとこれ後で僕もちょっと確認してやってみたいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、そしてチャンス2が、はい、1回で、3000円、決済された方、はい、抽選でオリジナル、キャラクターオリジナル A4カードを2名様に、プレゼント。キャラフレオリジナル A4 カードを、はい、プレゼント、はい、2名様にプレゼント、はい、結構大きいっすよね。そうです、 A4 なのでもうこれぐらいの、なるほど、ちょっと楽しみですね。なんかこういう中身とかもあるんですか。結構、うん、あ、キャラフレのキャラクターの、あー、そういうのって。なるほど、なるほど。それね、まだ A ね、出してないんだ。あ、いやいやいや、じゃあ、A ね、欲しがることわかんないやん、これ。なんかね、まだ出してない。いや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 、謎が多いな。わかりました、まあいいでしょう。はい、そして最後チャンスさんが、これは、マイビットキャッシュっていうの限定の、キャンペーンなんですけども、はい、マイビットキャッシュで1回で3000円決済された方に、うん、漏れなく、300クレジットビットキャッシュの300クレジットをプレゼント。漏れなくっていうか全員に300、確実につくってことですね。確実に、要は会員メンバーになる。あ、そうです、ビットキャッシュの、ビットキャッシュメンバーズっていう会員のサイトがありまして、はい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 、そちらにまあ、登録いただくか、もしくは元々登録されている方はそちらから決済させていただくと、登録されている方はもう漏れなく、はい、そこから、はい、決済されて、もうポイントもプラス300円分、円分、まあ、あ、そうですね、はい、円分はね、大事ですからね、よろしくお願いします。はい、はい、すみません、ちょっとボケました。あのね、そういうところがね、反応するよくないよ。本当に悪意しかないな、本当。はい、という、のです。まあ、300クレジットは、1回につき、まあ、1回までという形になるんですけど、はい、れなく、プレゼントされますので、ぜひこの1回にビットキャッシュで、決済をされてみてはいかがでしょうか。なるほど、皆さんよろしくお願いいたします。大丈夫ですか、伝わりました。大丈夫ですか。それで得点が3つあって、まあ、漏れなく、3000円分購入すると、まあ、ウミウシは漏れなくついてきますと。で、抽選で、2人に、オリジナルカード、A4 カードが、送られるですかね。そうですね、その2名の方の分には送られる、そう、抽選して送られるそうです、はい、っていう形。そして、もう1個最後が、まあ、ビットキャッシュの会員さん、メンバーさんになっていただいたら、はい、そこからの購入で漏れなく、300クレジット、追加で、プレゼントしちゃいます、はい、ということですね。ということで皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、はい、はい、じゃあ早速そのチャージとやらを、はい、チャージとやらをはい、ただいま、はい、慎重な打ち合わせが入っておりますね。初めてだ。探り探り感。やったことない。僕も今日初めてだからだいぶね、探り探り感の会話なんですけどね。はい、よろしいですか。公開で初めて。まさか。ね、やっちゃうとね、これわかんないで。え、ね、あ、大丈夫です。はい。あ、ま、それ映っちゃう、ID とか映っちゃうからこう。よかったら僕だけのここのカメラに切り替えたりとかできますか。面白い。はい、でここメインにしてもらったら、今映すのは岩見さん、放送上これは今映ってるけど放送上は僕の顔のみです、ね、なって、はい、大丈夫です。皆さんは全然、ここの方だけ僕の個人情報は全然見てもらって大丈夫です。いや、ダメでしょ、はい、いやだって俺個人情報ね書いたことあるけどさ、何も迷惑来たことないんだよね、被害が。いや、これから来るの。あ、来るのかな。来る来る、これから来る。なんかびっくりした。そこにカメラ枠に入ってるからね。あ、そう。あ、そうそう、そこもありますよ。だから、そこはね。ちょっと、はい、失礼して、はい、失礼して、じゃあ失礼してる間にちょっと僕これ見せちゃって大丈夫、ね、矢部さん。あ、何？参加者のカメラ。ああ、いいよ。これこれ。
これ見える？あら、あのカメラマンさん、これ寄れるかな？これ、これ。カメラマンさん。これ、ほらほら、見える？ピンポケしない？大丈夫？いけてる？これね、今日の特典ですよね。そうそう、あの記念品。うん。はい。あの昭和学園の校章のピンバッジですか？ピンバッジつうんですか？ピンバッジでしょこれだって。ピンバッジ、ピンバッジ。やるくん、やるくん。これ。あ、ここのオーナーも手に入れておりますね。今日。ちょっと待ってね。俺がピンバッジの話してたもんね。全然聞いてくれないからね。今俺の目しか映ってないけど、ね、まあ、全然大丈夫なんですけど。僕ピンバッジが皆さんもう手に入れてるんですか？あ、なるほど。あのここに来てる皆さんはピンバッジをもう手に入れてるっていうことですよね。はい、そうですね。そう、結構ねかっこいいんですよ。ということで、ね、今日来た方は皆さん大事にしておいてくださいね。よろしくお願いいたします。で、その事前に登録してもらった、あ、そのピンバッジは全員にお渡しできてるんですけども、はい、多分もう一つ、はい、バレモノ注意って言ってスタッフから受け取って。割れ物注意、割れ物注意で受け取ってもらったと思うんですけど、クッキーがですね、うん、入ってました。え、クッキー、そうそう、クッキー、え、見れない、ね、見れ、誰かその辺の人のもらったら失礼な、あ、これ写して大丈夫、大丈夫っす、これ個人情報ないよね、これ個人情報ないよね、写していいよ、モザイク、どこをモザイクしてないの、あの名前は名前はいいな、名前はいいや、その後ろの文字入れなきゃ、名前はいいけど、何でもいいよ、もうこれそんな大事なこれでいいんだ、あ、こっちがいい、まあ、こんな感じでね、見えるかわからないけど、こんな感じで普通はね、名前が NC のはずなんですけどね、見えてるかな、あの一人一人違うメッセージが入っているクッキーでございまして、なるほどなるほど、公式のね、ちょっと資料があって、そこから抜き出してきたものになっていて、一人一人違う、キャラクターと、個人情報が入っております。なるほど、はい、まあ、ここに来た人だけのみが手に入れることができると、あの公式とか言いながらどこにも発表しないみたいなんで、な、私が勝手に印刷してきちゃったの、なるほど、だから本人の許可は得てないんだけど、またか、とりあえず、そしたら、ね、食事される方はね、後ろに賞味期限が伝えられてるんです。賞味期限内に、はい、お持ち上がり、これはすごいね、これはすごいね、見たい、あ、これはやばいね、お姉さんの体に関する情報、マジでお姉さんの体に関する情報、これは一番やばい情報だよ、これは一番やばいよ、あ、はい、あ、マジで出ました、ごめんなさい、損をしてる間にもうこれ完了しましたね、よかった、完了した、すいません、これ、さすがでございます、このはい、これをはい、はい、チャージするっていうところまでを今、なるほどなるほどなるほど、これここにあった3000円がなくなって、はい、こっちに、はい、まあ、マイビットキャッシュの会員の、はい、方に、ひらがなに映ってるって形、はい、あ、なるほどなるほどなるほど、そしたら、パスワードこれですか、違いますか、あ、もうこれログインできてる状態で、はいはい、で、今からこのパスワード打てばいいですか、あ、ですね、はい、すみません、全然大丈夫です、全然大丈夫です、もう決済できる状態になってて、キャラプレさんのサイトに行っていただいて、はい、で今度はこっちではなくてこっちのひらがなで決済をすると、はい、マイビットキャッシュの、はい、つまり会員登録をしたマイビットキャッシュの、とりあえずキャッシュを皆さん使ってくださいということですね、これがビットキャッシュ内のマイビットキャッシュ、そういうことですね、わかりました、はい、マイビットキャッシュにメンバーになってからじゃないと300コインが来ないので、じゃあここに先になってから課金してくださいね、はい、全然謝らないでください、なんか僕が悪いことしてる感じで、僕は質問してるだけなんです、はい、全然大丈夫です、はい、あ、そうですよね、今ちょっとはい、ちょっと巻いてるか、なんか、巻かないといけないかなと思って、全然落ち着いてください自分のテンションで大丈夫です、はい、ここ、はい、もともと、はい、
ビットキャッシュを今、はい、コンビニで買ってきたビットキャッシュがありまして、はい、でそれ3000円分あったと、はい、で今どうなっているかっていうと、はい、このビットキャッシュを、はい、会員登録をしたあのマイビットキャッシュのひらがなに、はい、3000円分、はい、チャージをしたと、チャージをしたと、はい、いう形になっています。はい、わかりました。なのでこちらのビットキャッシュのチケットの方の、まあ、ビットキャッシュの、クレジットはなくなっているんですけど、はい、ご自身の、はい、会員登録をしたマイビットキャッシュの方に3000円分そのから入っているという形になっています。じゃあもう入ってるんですね。今、ちょっと入れちゃいました。入れちゃったら、そうこうしてる間にもう終了しました。はい、なるほどなるほど、わかりました。はい、このひらがな、こっちであって、こっちのひらがなを使って、はい、キャラフレで決済をすると、なるほどなるほど、っていう感じですね。じゃあもうこれはこのまま行っちゃっていいってことですか。このままキャラフレのサイトに決済ページ、はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、はい、行きました。で、決済ページがチャージっていうところですね。この左下のこれですね、はい、これですね。で、おー、決済センターだ。3000円おかしいおかしい、こっち、2つありますけど、ここから辻蔵のアイス代が、アイス代が引かれるわけです。これはどちらがお得なんでしょうか。3000あ、これなんか選べるんだよね、今ね。あのチケットか、なんかアイテムか。アイテムの方でチケット、アイテム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 だって。アイテム。あ、アイテム入れたらウミウシがゲットだ。違う違う違う、ウミウシはもう勝手にくっついてきて。あ、そうだよね。そうそう、これは、またさらにもらえるの。だから今にチケット使わないでしょ。そうですね、僕貯める派なんで。じゃあアイテム、アイテムで。アイテム、じゃあ購入でいいですか。はい、いいです。はい、じゃあ購入します。大丈夫ですね、はい、はい、はい、購入します。特典カニザミカちゃんが、ついてきますね。カニザね、はい。はい。買った？ビットキャッシュ、そうそうそうです。これね、はい、はい、ビットキャッシュクリック。はい。そうするとひらがなを、はい、16文字、これは4文字ずつになってるんですけど。ああ、なるほど。でこれを打っていけばいいですね。あ、はいはい。ここは隠さないとダメですけど。そう、隠さないと。一応そうですね。あ、これ、また。ね、いないっていうね。あ、じゃあこれでも消えないっていう。じゃあ今でも。いや、多分ネット上がどういう環境かちょっと分かんないんで、みんな目をつぶれ。いや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 、じゃあここの人は目つぶってもらって全然大丈夫なんですけど、あの視聴者が丸見えだっていう。あ、でも顔しか映ってないから。いや、これは顔しか映ってないですけど、このチャンネルの切り替えがもしかしたらそのネットだけになってる可能性が。あ、今映像どんな感じになってます。映像は見てないですもんね。はい、とりあえず、ただいま復活の呪文が唱えられないまま、僕は復活の呪文は唱えるもんね。あ、唱えないの、あれ、うん、大丈夫ですか。わかりました。じゃあ、これはですね、ここにはクレジットが今なくなっていて、このマイビットキャッシュの方に入っているので。あ、こっちの方か。はい、これの4文字数をコピーして、はいはい、今見てすぐ誰かがチャージすればもらえるかもしれないけど。あ、そうか、そうか、今今スササって誰かがやれば。ああ、横取り40、じゃあ横取り3000円で4万円年がバレる、年がバレる。僕ね、やるのがね、めちゃめちゃ遅いからね、絶対横取りされやすいんですよね。あ、でもこれ今、大丈夫ですか、これ。いいじゃないですか。一応放送上はこの画面は映ってなかったんですよね。とうとう弥生さんは一番後ろに行っちゃいました。教授来た、教授。教授なんか今夏風邪で熱があるわ、咳が出るわで大変みたいですね。ちゃんとね、熱があるのには同居してきてる。でもみんながね、はいはい、呼びすぎなんだよ。そもそも自分から来てるの。矢部さん、こっち集中してね。してる。いいんじゃないですか、それで。いやいや、絶対嘘だ。で、購入で、はい、よろしいですね。はい、じゃあ、購入しまーす。で、できた？いつもキャラフレをご利用いただきましたが、本当にありがとうございます。はい、もういいツイストで。はい、はい、はい。はい、ありがとうございます。ちょっと仕事しようとしたのに、そんなの。はい、ありがとうございます。で、購入完了でございます。はい、購入できました。かかったね、これはこれで予測の範囲内ではあるんですかね。
はいはいはい。おいで、ありがとうございました。新畑さん、ありがとうございました。そして、とりあえずもう購入でもう終了するじゃないこれ。そうね、だから、ね、なんだっけ、この後ね、あの無人島に行こうっていう企画があったんだけど行けないから。行けないの？待って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 、これちょっとぶっちゃけこれ結構メインイベントじゃないの？そう、あの臨海学校なんですよ今。ほら無人島があって泳いで行くんですよ、はい、だけどね泳ぐとね10分から15分かかるの。いや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 、ちょっとかなんかもうなんかどうにかできないですか？なんか行ける方法ないの？アイテム今買った、今のチャージのあれで。どういうこと？何を何を買う？何を買う？島を買うの？島を買えばいいの？島を買えばいいの？何言ってたか分かんない。何を買えばいいの？何言ってたか分かんない。島を買うの？島を買う、あ、違う、あれだ。マジックアイテム。ボート？ボート？違う、あれだよね、あの戦場。違う、乗船、乗船券。乗船券。違う、乗船券。じゃあ、分かった、あそこだ。誰だ？あのメルマガ見た。あのほら、あそこ行って、ショッピングモール行って。ショッピングモールに挑戦権があるの？あらあらあら、誰と戦うんだよ。あらあらあら、とりあえずこれどうやって戻る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 、これで戻る。あ、戻りました。買い物買い物する。すげえ、みんな知ってるね。リサーチ不足だよ、本当に。もう本当に新畑さんすいませんね、お休みの時間使ってもらってるのに本当にごめんなさい。ショッピングフロアの、はいはい、一番上ショッピングフロア一番上、これですね。はい、それのマジック、なんと、それぞれマジックアイテム、はい、なんでマジックまで出てきて、なんとかなっちゃった。見えないんだよね、あ、マジックアイテムね。そんで、戦場のボート、戦場のボート、挑戦権、挑戦権が、挑戦権、あ、乗船権ね。乗船権が3種類あって、はい、あの、なんか、チョコレートみたいな島と、あのオアシスみたいな島とその中間みたいな島があって中間の島に謝ってください。何やその中間の島がある仕方は。だからあの どこに行くかのチケットを多分買えるの、確か。なるほど。え、好きなとこ選んで。あ、これ3つあるけどどれかは分からないのかな。一番簡単なとこはチョコレートなんだけど、中央と北側と南側、どれ、いいとこ行こう、いいとこ。皆さんのおすすめは中央がおすすめ。中央の無人島を買って、購入しますよ、はい、じゃあもう早速ビットキャッシュに、はい、買って購入します。100コインでしたよね。そうですね。で、あのこれ確か期間中ずっと使えるので、ショッピングタイプじゃないので。わかりました、はい、購入しました。はい、じゃあ出て、はい、出ますさあ外に出ますよ、ちょっと待ってくださいね。ショップから出て、下校じゃないですもんね。下校しちゃったらね、まあ、大変ですよ。分かってますよ。本当かね。で、これあれですよね、はい、あのここで使えないんですよね、どっか行くんですか、ショッピングモール内でもう乗船券使えるんですか。使えない使えない、下だって左すげえ、みんな知ってる、すごいね、すごいね、すごいね、みんないや、勝手だけどその辺から出てくるんじゃない左だって、左で こんなのパスみたいな、そこ、ここ、上だって、上だって、上だって、わかんない、わかんない、え、わかんないって、水着じゃないと入れないのか。あ、じゃあここでいいんじゃない。あ、じゃあここで使って、ここで使う、アイテムさっきの挑戦権。使って。あれ、なんか変なこと。もう一回遅いから。ささっと。ピピッと。ちょっと待って、今探してるから。多分次のページだよ。あのね、時間をね、押してるような。あなたのせいです。急いで、ほら、早く。ささっと。カニザミカちゃん。そんなんいらん。いらんじゃないです。使うね、ボート挑戦権使えますよ。はい、使って。はい、使えます。そんな。上戻って得点なのに上戻って、はい、どこ行けばいいですか。あ、ボートってあるんだ。あ、ボート乗れるんじゃん、乗って乗って、これで乗ったら勝手に着くんだって、ね、そうね、そうね。どれ乗るの。どれでもいい、どれでもいいで、こうやってやっていくと、あのお金持ちの人はここから行けるんですよ、勝手に。お金持ちの人はお金がない人は泳いでいかなきゃいけない。これはもう移動中だからもうほっとけばいいんです、これで。ほっとけばいいの。ほっとけばいい。ちなみに、ちょっと待って、なんか楽になったなみたいな感じで言ってるけど、去年までなかったの。どうやって泳いでだってタトちゃん、ほら体力なくなってなんかちょっと保健室送りでしょ。そうそう、やだなこれ。でもそうこれだともう全然気絶することもなく、そのままで、しかも水着も着なくて大丈夫と。あ、なるほどね、ブルジョアな感じです。ブルジョアな感じ、はい、まあそんなこん
んなでね、タイムスケジュール的にはこの辺で終了するタイムスケジュールよかったね、はい、最初にタイムスケジュール確認しとかないからこんな感じです。だから言ってないですか、確認しましょうよっつったら全然無視して他のとこ行っちゃうんだから、はい、2本目はあれね、はい、無人島でお会いしましょう。無人島でお会いしましょう。そしたら市長泳いできて、今ねカメラがどんな感じか分かんないんだよ。カメラはね今今見向いてる。いや今こっちなんだけど、うん、今はどんな感じですか。どうしたい。僕向けてもらってとりあえず番組が一度終わります。OK ですか。はい、はい、そしたらですね、まず、公開収録、はい、公開生放送収録の方が1回目終了します、はい、次が、無人島ですね、はい、島から集合しますね、はい、島は中央の島ですね、間違っても違う島に行かないように、そして、観覧の皆様よかったらぜひ、中央の島に、そして視聴者のこの舞台意味あったのね、そこは全部弥生さんのせいです全部弥生さんのせいで、視聴者の、皆さんも、よかったら中央の島に、移動してください。よろしくお願いします。では、次何時からですかね。本当は5分だったんだよね。10分でいきますか。14時10分から、2回目の放送が始まりますので、皆さんじゃあちょっとしばし休憩します。以上、キャラフレ公開放送終了でした。ありがとうございました。